では今回も前回に引き続きタイムラインの左側のツールの使い方のお話をしていきたいと思います。で、今回はこのリップルツールの中に入っているレート調整ツールというツールの使い方のお話をしていきます。で、こちらも使えるようになっておくと便利な場面があるので、ぜひ使ってみていただければと思います。ということで、ちょっと一旦わかりやすいように、右側のクリップを一旦全部削除しておきますと。んで、ちょっとこちらもわかりやすいように、一旦ちょっと不要なクリップは全部消してしまいますと。で、このレート調整ツールというツールなんですが、どのような場面で使うかというと、例えばクリップが3つ並んでいるときに、2つのクリップを、例えば、ちょっとスピードアップさせたいですというときなどに役に立ちますということで、ちょっと使っていきたいと思います。例えば、ちょっとこれ少し調整してと。例えばこのような感じで動画が配置されてますというときに、ちょっと2つ目のこのクリップをもう少し加速させたいなというときに、このレート調整ツールというツールを使うと簡単にできますよというものです。ということで実際に使っていきます。で、こちらのクリップの端にマウス合わせてクリップして右にずらしていきますと。そうするとこのようにクリップが短くなっていきます。で、離すと、こうですね。このような感じで、このような感じでスピードがアップしたのがわかるかなと思います。ということで、このレート調整ツールを使うと、このように、倍速で再生させることができますということですね。で、この倍速で再生させたりするのは、右クリックした時の速度デュレーションと、同じではあるかなとは思うんですが、この速度デュレーションでパーセントを調整するよりも早く編集することができるので、ちょっと、例えば早くクリップを早送りしたいなという時は、このレート調整ツールを使ってあげると簡単に早送りさせることができますよというものですね。ということで、逆に広げてあげると今度はゆっくりになっていきますよということですね。ですので、このレート調整ツールにして、今度は速度を緩やかにしたいときは逆に広げてあげますと。そうするとこのような感じになりますというものですね。こちらも覚えておくと便利ですので、ぜひ使えるようになってみていただければと思います。ということで、ご参考いただければと思います。